はい、おはようございます。安水でございます。今日はね、G17 にですね、初めてちょっとねジンバルを乗せてね、撮っていきたいと思います。はい、おはようございます。安水です。すぐにね私登場しましたけれども、いろいろ事情ございますね。今日撮影の機会をね得ることができましたんでね、今日はオータムフェストのね会場の様子をねお伝えしていきたいと思います。はい、ということでね、今日これから撮っていくんですけれども、今日のカメラはね、ご存知 GH7 ですね。それと今日はねジンバルをね使いますので、それとの組み合わせでどうかっていうのをね見ていきたいと思います。でですね、今日も 4K60p でねちょっとね撮っていきますね。はい、そして今日のねレンズの方ですけどね、8-18mm のねパナライカのズームレンズですね。F2.8 ニッパチから18mm の方はね F4 だったと思ったんですけどね、ニッパチから4の範囲でね撮れるズームレンズになります。はい、今日はね月曜日ですんでね、ちょっとね日曜日の日はものすごい人だったんですけど、今日はね月曜日ということもあってね、ちょっとお客さんね空いてるかとは思いますが、どうでしょうか。はい、今ね11丁目会場に来てますね。11丁目会場の方もなんすかね、いろいろなね催しといいますかね、お店たくさん出てますね。はい、で11丁目のね目玉はねこの札幌シェフズキッチンしてね、日替わりか週替わりかね分かりませんけどね、有名なねシェフの方がね毎日日替わりだったかな、入れ替わりでね料理をね堪能できるんですね。ねえ、中で作ってるんですけどね、直接ね、本格的ですね。はい、11丁目のシンボルというかね、この噴水といいますか、この雰囲気なんですよね。お店の雰囲気もねすごくいいですよ。ちょっとね、天気のいい日でもこういう風にテントの下で非常にいい雰囲気でね、お食事でね楽しめる、会場となっていますね。なかなかね雰囲気がいいですね。ここもねご覧いただくと分かるんですけど、開放的ですよね11丁目会場は。で割とね、広い雰囲気になりますんでね、なかなかいい雰囲気ですよ。どうでしょうか、皆さんもぜひ一度来てみてはいかがでしょう。はい、でやってまいりましたね、毎年人気の10丁目会場ですね。ここはですねお肉ね中心としたね、お料理ね楽しめる広場になっております。はいはい、会場内ですなんですけどね、ご覧の通りね大人気ですね。今日はね月曜日の平日ということもあってね、僕の予想ではかなりね、空いてるんじゃないかなっていうね予想できたんですけれども、どっこいどっこいね、結構ね人出てますね。はい、ねえ、もう続々とお肉コーナーね人が集まってきております。いやー、僕もちょっとなんか食べたいですね。はい、ねえ、お店もいっぱいねあるんですけれどもね、一応今日撮影モードはねジンバルプラス、標準のね電子テーブル補正入れてます。どうですかね安定具合。はい、10丁目と言いますとね、このケプラーさんのね像のあるところですけれどもね、今日はケプラーさんもあれなんですかね、周りでいっぱいね美味しいもの食べてる方ばっかりいらっしゃるんでね、俺も食いたいなーなんてね思ってるかもしれませんね。いやー、これめっちゃうまそうなんですけどね、うまそうっすね。はい、それではね、せっかくねジンバル使ってますんで、今ね僕ね手ブレ補正すべてオフにして撮ってます。まあ普通にね、持ってにジンバルとねカメラ取り付けたの持ってますけど、普通に歩いてますね。
手ブレ補正オフの時はどうですか。まあこのジンバルの馬脚がね現れるわけなんですけれども、はいはい、今度はねジンバルと通常の手ブレ補正、要はボディ内手ブレ補正ですね、センサーシフトによる手ブレ補正になりますけれども、それとね組み合わせてねジンバルと取ってますけど、手持ちでねボディ内手ブレ補正だけでまあ取りますとね、あの皆さんご存知の通り、あの周辺部がねめちゃくちゃなんていうんですかね、あのこんにゃく現象というのが発生するんですけど、どうですかねジンバルと組み合わせると、このレンズめちゃくちゃこんにゃく現象出やすいんですけどね、どうでしょうか、収まってますでしょうか。はい、今度はですね、ジンバルもちろん使ってますよ、それと標準の手ブレ補正と電子手ブレ補正の標準ですね、組み合わせて撮ってます。 Vlog はねこのモードで撮るのがね僕おすすめですね。はい、で要はこう振った時のねなんとなくのカクカク感もね、まあ、Vlog でしたらおそらく振りとしてはねこの程度の振りが多いと思うんですよね。それでしたらねそんな変なカクカク感もね、ないと思いますので、このモードでね撮るのがいいかと思いますね。はい、いつもね各市町村がね、名誉をかけて集まる市町村のね広場になりますけれどもね、相変わらず平日なんですけどねお客さんはねびっしりでございますね。まあでもね日曜から比べればねもう天国みたいなんですね。日曜日こんな歩けないですから ねもうびっしりでね、はい、まあ礼文島、伊達市、函館、東別、北広島、長沼町ね、ビラトリ町、古ビラ町とね、各ね市町村の本当に代表が来ているようなね売り場になりまして、毎年ここね一番人気ありますね。はい、まあここはあれでしょうかね、海の幸が多いんでしょうかね、奥尻から余市、それから利尻町ですね、はい、それって増毛町もねございますね。いやーなんか美味しいものばっかりだね。いやあ、甘エビ味噌ラーメンってなんですね。これなんか気になるな。はい、7丁目会場はね、ワインを中心としたね、あとクラフトビールかなんかやってるのかな。まあお酒中心としたね、コーナーになりますね。なんか雰囲気は黒ですね。はい、会場の雰囲気は黒になってます。はい、じゃあね7丁目会場のねちょっと雰囲気をお楽しみいただきたいんですけど、まあねこんな感じでございますよね、黒をテーマとしたようなね、雰囲気になっております。あ、ここはカクテルでしょうかね、シャインマスカットがね、そう気になりますね。あ、こちらもねこんな感じでね、賑わってますね。はい、6丁目会場はですねご覧の通り欅の木がねびっしりと入ってましてね、暑い日はね6丁目会場いいですよ。はいはい、6丁目会場ですよね、中入るとあのなんていうんですかね、まあお肉料理とかもいろいろあるんですけどね、スイーツコーナーが結構充実してるのかな。向こう側にスイーツコーナーね一種類あると思うんですけどね、どうでしょうか。はい、6丁目コーナー、あ、6丁目会場の特徴はねこうステージがありまして、休日になりますねここで音楽ね、いろいろ演奏しましてね、会場のね、皆さんがこういうふうにね音楽を楽しみながらねお食事できるっていうね、会場になっております。はい、会場はねめちゃくちゃ盛り上がっておりますけれどもね、僕さっき嘘つきましたね、こっちがスイーツコーナーとかって言ってましたけど、まあ、必ずしもね、スイーツだけのコーナーではなさそうですね。っていうかむしろなんかいろんな
お料理類が多いのかな、ね、そんな感じしますけれどもね、はい、あここはちょっとあれかな、スイーツの、あすごいね人がね並んでるんですけどね、ここはやっぱりねスイーツのコーナーですかね、あいちごミルクパフェとかね美味しそうですね、はいはい、ご覧くださいこの雰囲気ですよね、えいい雰囲気でしょねえ、アカシアじゃねえな、ケヤキの木のね、下でお食事をね楽しめるというね、ここもね土日になるとねものすごい人ね、来まして、もう大変なことになるんですけれども、今日はねまだねこれでもね空いてる感じですね、まだね、まあちょっとね人気店の方になるとこうずらーっとね人が並ぶっていうことになりますね。今度はですね5丁目会場ですね、5丁目会場はね例年ラーメン中心にね、盛り上がる会場なんですけどね、今年はどうなってますでしょうかね、今年は何でしょうか、北海道ラーメン祭り札幌カリーキングダム転売所ですから、ひょっとしたらですかカレーとラーメンの中心のね、会場なんでしょうかね、どうなんでしょう、それから何でしょうかねポテトでしょうか、あこっち側はね、スイーツ系でしょうかね、そうですね、やっぱりね30分待ちって出てますからね、やっぱりスイーツ系はいつもそうなんですけどね、え人気ありますからね、でこっち側はベーカリーショップさんも入ってるんですかね、そうですね、ベーカリーショップさんね入ってますね、はい、ということで今度はね、4丁目のね会場にやってまいりましたけどね、4丁目もね毎年決まったお店屋さんまあ、4丁目に限らないですよね、大体決まってるんですけど、今年はちょっとなんか変化あるような気がするんですけど、ちょっと去年のね映像を見てみないとわからないんですけれども、わあ食欲そそるようなもんばっかりだなねえ、いやおいしそうですね、いや今日はね天気がとにかくね最高なんでね、雨のち晴れって言ってますけども、晴れのち晴れだね今日はね、会場内はまあまあね混んでますね、あなんていうんですかねこれね、あインドのタージマハルさんですね、はい、そしてここは何でしょうかね、あそうですね、いや食欲そそりますね、なんか撮影してるのが虚しいと言いますか馬鹿らしいと言いますかいやーやっぱり食べ物はダメだね、うん、あーすごい人だな、はい、この会場のね特徴はこれなんですね、真ん中にこうね噴水がございまして、でその周りをね、客席と言いますかね食べるところになってますね、はい、今日の札幌の気温でございますけれどもね、ご覧いただくと分かるんですけどね、今日は26度ですかね、まで気温が上がっておりますけど、まあ、でもねカラッとしてね気持ちいいですね、はい、ということでいかがだったでしょうか、札幌ねオータムフェストの模様をちょっとねずっと撮ってきましたけれども、いや今日はね、たまたまちょっとね、うちの親父の介護の方なんですけどデイサービスが入りましてね、それでちょっとね午前中は私の健康診断も重なりまして、午後ね、おかげさまでちょっと時間が取れたので急遽ね天気が良かったんで今ね、GH7 回してます、はい、いかがでしょうか、はい、このね GH7 もすっかりかわいそうなんですけどね、購入してからね
うちの親父の介護っていうね問題が発生しまして、かわいそうなことにこの GH7、Vlog でこういう撮り方するのはね3回目だと思うんですよね。だからほとんど触ってないんですよ。だから僕正直ね、あのメニューの確認もしてないですね。ちゃんと動作するか、いつもね買ったら全部確認するんですけど、それすら終わってない状態で、まあ以前ね GH5 っていうね、カメラね、持ってましたんで、まあ一応ね、操作はね、まあ同じとは言わないんですけれども、だいたいできるんでね、使ってますけれどもね、どうなんでしょうかね、使いこなせるようにねなれるんでしょうかね。おー、いいね、1時11分でございます。はい、ということでいかがだったでしょうかね。今日はね GH7 を使ってね、オータムフェストの模様を注意してるね。途中やっぱりあれだね、カメラ構造だね、ジンバルテストみたいなテストの部分も一部ね入っちゃいましたけどね、いかがだったでしょうか。はい、それではねまたね、時間を見つけてなるべくね、撮るようにはしたいと思います。はい、それではまた次回、会う日までしばらくさようならだと思いますけど、いつかまたお会いしましょう。さようなら。